本当に申し訳ございません。すいません。本当に今までありがとうございます。申し訳ございませんでした。グッバイです。看来香川照之真的掰定了。他日前才被日本周刊报道，三年前在高级酒店里对小姐严重性骚扰，造成对方罹患创伤后压力症候群。本人承认犯行后，也在主持的晨间 Live 节目上道歉。この度は一部週刊誌報道におきまして、私事でお騒がせをいたしまして、皆様にご迷惑、ご心配、ご心痛をおかけし、誠に申し訳ございません。然而道歉并没有让事件熄火。最新一期的周刊又释出新照片，只见他露出奸笑，粗鲁地抓着妈妈桑的头发，周刊以如同抓着鬼之首级来形容他。よし、では事件の内容を確認しよう。不仅如此，另一本周刊也来凑一脚，说他2018年与剧组聚餐时曾出手殴打一名女性的头部。尽管事务所否认此事，但连环爆下来，他的形象和事业都受到重创。 Toyota、 合力他命制药等四家公司已宣布今年合约到期后就不再续约，也不再播送电视广告，另有三家公司则在演绎中。主持的 NHK 教育台昆虫节目则是不会再制作新一季的内容。本当に申し訳ございません。すいません。本当に今までありがとうございます。申し訳ございませんでした。香川一日也宣告退出去年开始主持的新闻节目，隔日在影片中五度鞠躬，向当事者观众道歉。情報番組の司会はあくまでの自分の言葉、生の言葉、あるいは限りなく生に近い言葉を通してニュース情報を皆様に伝えていく仕事であります。今の私の生の声はその意味では説得性がありません。さまざまな不信感や不快感を視聴者の皆様に与えてしまうと思います。この愛する「ザ・タイム」を司会として出演させていただくことはふさわしくないと判断いたしました。皆様にさせてしまい騒ぎを起こしてしまっておりますこと、心よりお詫び申し上げます。在将近四分钟的影片中，香川鞠躬五次，眼泛泪光，但网友并不领情，不少人直呼他眼很大。此外，他原定10月要出演 TBS 接档新剧《原子之子》，也传出换角消息。受到上位受影响的，只剩播出中的六本木 Class， 还有11月上映的新电影《宫松与山下》。Goodbye。